108年越しも、もはや君たちを残すのに、未来はすでに滅した。これ以上の戦いは、無意味だ。無意味だと？つまらぬことを。私たちの戦いに意味があるかどうか、それを決めるのは貴様ではない！俺たちは、貴様が定める未来など断じて認めん。戦う意味ならそれで十分だ。星の印を全て解き放ち、貴様を撃つ。行くぞ！先に起きたらこれだもんな。おっさーい、待って。リュウ、あんたは起きて、さっさと叩き起こして。あれ、よっマリカ。おはよう。ちゃんと起きてる。支度も、なんで。そりゃ俺が行くって言い出したんだからな。寝てられる。そうで、リュウの方。そうなんだよ、誰かさんが起こしてくれねえか。あんたが起こす役でしょ。そのためにここに。そりゃそうだけど、先に起きたんなら。終わった。よし、遊びに行くわけでもないのに、なんでこう楽しそうな。ああ、ジェル、うちじゃないかな。出発前に来いって。とラジンの村長が。おい、おディルクの兄貴だ。広場にいるみたい。ディルク、おはよう。いよいよだな。準備に抜かりはないか。大げさだな。ちょっと東の丘まで行って、モサモサを退治しながら。だけどね、ディルクの兄貴が一緒じゃなかったら。おいおいおい、俺をあんまり当てにするなよ。ディルクに頼るくらいなら俺たちが退治に行くなんて。そのま、お前たちの腕は教えた俺が一モサモサ程度なら、油断さえしなければなんとかなるはずだ。そいつはやってみなきゃわからねえけど。あんた、またそれ。本当は自信満々のくせに。やりもしねえで結果がわかるわけねえだろ。だから。そういうところはお前ら、モサモサに手こずるようじゃ。今以上のことは教えてやる。まあ見ててよ。やってみりゃわかるんだ。モサモサ退治なんて楽勝。さあ、出発前にラジム村長のところ。あ、あ、おね、静香さん。え、静けって何よ。ひどい。あなたをそんな子に育てた覚えはないわ。お母さんかな。いや、お母さんじゃねえ。育てたのは本当だ。ああ、そう、来たか。よ、村長。父さん、連れて。今さらだが、本当に行くんだな。もちろん。そうか。気をつけてね。無茶しないでね、お母さん。だからお母さんじゃねえだろ。ちゃんと無事に帰ってくるのよ。怪我なんかしてきたら。お姉ちゃん。だから怪我しちゃダメなの。脅迫！
く。わしも同じ気持ちだぞ。本音を言えばマリカはもちろん、お前もジェイルもリュウもわし、私もよ。みんな私の子供だって。私は妹。ジェイルだって母ちゃん。あれ、そういえばジェイルは。ああ、あいつなら雑貨屋によると言って先に。お前たちジェイルを連れてもう一度広場に集まってくれ。ああ、わかった。遅かったな。リュウが寝坊したし。けどジェイル、なんでここに。これを。お、お前のことだ。薬なんか用意してないだろ。買っといてくれたのか。気がき。こりゃジェイル、そりゃ落ち腹を切ったような顔す。バレたか。バレたかって。俺村に来て3年経つけど、ジェイル。ばあさん、ありがとな。大事に使うね。使わねえで済めば一番。気にせんでわし気つけて。おう、任せ。じゃあ行くか。村長、広場に来いって言ってたよな。父さん、またダラダラ長話する気じゃ。それでお前たち、改めて聞くが。だからやってみなきゃ。わまたか。いつものことだ。他の答えが返ってくるわけねえんだから。父さんもいい加減慣れる。そうそう。やれやれ、お前たちと来たら大物なのか。ここまで緊張感がないとかえって心配だぞ。いいか、たかがモサモサとはいえ、ここのところ妙に群れで畑を荒らすし、人も襲う。そういう。村長、それ何回も聞く。父さんももう年かな。話がくどく。なんだと、マリカ、お前。まあまあ、そこいつらの腕前ならそう心配しなくても大丈夫ですよ。よし、わかった。もう何も言わん。ただし無茶はするなよ。危ないと思ったら。だよな、俺たちだって怪我し。あれ、モサモサ大事なんて楽。いや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 、もしもの時の話だ。じゃあすぐにでも出発してくれ。気をつける。おー。